便乗への行き方を急に紹介したいと思うので、少々付き合いやがりくださりやがれマンモス。駅から出たらな、駅からはあれや、川崎競輪場方面って書いてあるから、それを自分でググれかすども。出たんだな、出てたな、信号をな渡るんじゃ、この信号を渡るんじゃよ。人の顔を映さんようにしとるからな、下向けてるんやけどな。女子学生がいてなんかお前変態やと思ったか、この野郎こけかす。赤信号じゃ、赤信号は待つものじゃ。長いな、あそこ右側に無料のバスがあるんやで。早回しをしてこの赤信号を待つのじゃよ。早く青になれ、青になったらそう進みましょう。この信号を渡るのです。まずはこの信号を渡ったらですね、また早回しをしますけれども、この右側に行きましょう。右側に行くんです。そうです、右側の方に参りましょう。早回しの時飛ばしの右側に行くと、このなバスがあるから分かるだろう、行けば分かるだろう、行けば分かるさ、ありがとう。てなわけで、このバスに消毒液があるから消毒して乗り込むんじゃ。客がいないから密は避けられておるの。バスで密を避けて行くんじゃ、川崎競輪場に。これに乗ってしまえばもう着く川崎競輪場。バスに揺られて行くところは自転車が走るところ。着いたて、ここが噂の川崎競輪場の前に無料のバスで来る、これるお得。はい、ちょっとアップしました。そう、なんか岐阜記念と佐世保がなんかやってるみたい、やるのかわからん。川崎競輪場だよ、ここが。以上、川崎駅から川崎競輪場への行き方でした。空が一面クソ青い。なんと1レース目から間に合ったので、1レースから行きたいと思います。1レースは生命判断で行きたいと思います。明珍優子、ちょっと略したらやばいことになってしまうからダメ。鈴木さんがいいかもしれない。中村ダメ、岩崎ダメ。このこと6番さんと、というわけで36からの23456からの2456で勝負。やっぱりこの明珍優子さん、やっぱり略したらやっぱりあかんと思うのよね。略したらだってちんじゃんねえ。そんなわけで、座長は明日からアイスを食べるの、そうピノを食べるの使用中止。座長の楽しみのピノがないから、この無料のお茶を飲む。てなわけでレース、これ1レースのガールズの、なんか今来てるの5番さんが岩崎由美子。由美子ってうちの姉ちゃんの名前一緒よ。次4番さんの中村ゆかり。次赤いの3番鈴木なんとか。次2番さん田中舞。舞。1番みょうちんさんね。みょうちんさんですよ。てな感じで、このレースをこの金網越しから撮ってみたいと思い、撮らせていただいておりますわ。1レーして、またがるゾシども、1レーしてまたがるゾスども。はい、いいですか。後ろにいるスタッフさんたちはですね、ゾシのお尻が見たいがために、そういう後ろから 見るんだっていう規則を作ったゲスな人たちです。男って本当やね。ここら辺から現地の音を大きくして、現地の生っぽい、噛んだ、もう生っぽい感じで、はい、見ろ。素敵な並び、女子ども絵になってるわ。そろそろ後ろから来るわよ、このスケベの誘導者が来るわよ。スケベ誘導者が来たら、あんた左見てる、左の方にいるのよ、まだいるのよ。エロい誘導者がいるの。ほら来てる。エロい誘導者が来る。エロい誘導者があなたたちのケツを見ながらその前を行くの。そしたらあなたたちはそこからスタートするの。私のケツをたわみしてんじゃないわよって感じで、抜き去りなさい。最初からダメを抜いたら、そう、それは失格になってしまうのよ。いってらっしゃい、あんたたち。無事に帰ってきてね、誘導者さん。早回しよ、2分割動画よ。わかりやすいでしょ、こっちの方が。そして早回しが終わって鐘が鳴る。鐘を迎えて 600m、 前は先行体制、伊藤のぞみが取っています。2番手の位置は5番の岩崎、田中前が3番手、先に2番手から仕掛けるのが茨城の岩崎由美子。岩崎が前々から攻めます。400m、 最終回先行は岩崎が取ります。田中前が2番手、
7番伊藤が3番手に入る。3番車鈴木森が4番手、詰める勢いから鈴木が4番手からまかります。後ろは中村ゆかりが取っている。6番長塚優子は現在6番手、最後方から明珍。3、4コーナー中間、自力まくり外、鈴木みのり、間は田中。まもなく4コーナー直線に入ります。前ピッター3番手鈴木みのり、鈴木先頭ゴールです。続いて4番中村ゆかり、させてもらったぜ。って顔してる誘導者さん、やだ最低。これ微妙ですけど216ではないでしょうか。これ来てますよね。これ微妙だな、わからないな、これどうなったのでしょうか。当たりました、216。600円だけどね、500円かけてたから5、6、3000円です。1500円かけての3000円で1500円勝ちました。2レース連続、まあ、当たりは当たりってことでこれはお祝いをしなきゃいけないと思うんですよ。とりあえず換金216、さっきと機械が違う、機械が違うけど1500円勝ちました。ありがとうございます。
祝いに来たぜ。ビアで乾杯。キリン生絞り一番。さーて何を頼もうかな。3連単2回連続だが、そうお寿司だぜ。お寿司だぜ。ここのお寿司だぜ。醤油だぜ。そして何から食べようかな。何から食べようかな。お寿司ってのは白身から食べるのが一番いいんだけど、白身がねえな。白身がねえな。なら、しょうがねえ。汁だ。内容を紹介しよう。これはイカのなんか手巻きだな。うん。あとひじきだな。寿司だな。あの、白いの穴子だな。まあ、とりあえずマグロいっちゃうぜ。お寿司だぜ。お寿司ってのは、ネタを下の上に乗っけると美味しく食べれますよ。ぜひご賞味あれ。ティアンディバルー、江戸っ子はやっぱり手づかみだぜ。手づかみでお寿司いただくぜ。